ご視聴ありがとうございます。今回はちょっと遅めなんですが、メガホビエキスポ2022の、ミメヨイさんのフィギュア展示まとめになります。よかったら見ていてください。アルターさんのまとめも半分で止まっちゃってるんですよね。早くやらないとです。まあでも今回は、ミメヨイさんで行かせていただきますね。はい、ではですね、全部で5つ展示がありまして、まあ、1つ撮影禁止だったので、4つ簡単にご紹介させていただきます。はい、ではですね、まず、こちらがですねアズールレーンで、随格ですね、レースクイーン衣装になってます。で、4分の1スケールフィギュアです。すごい大きいです。で、デューク・オブ・ヨークとプリンス・オブ・ウェールズに続いて3体目のシリーズになりますかね。うん、めちゃくちゃでかくてめちゃくちゃエロいやつです。まあ、長々映すと YouTube さんに怒られるやつですね。まあ、ですので、ぜひですね、随格のみの同感っていうのも出してますので、そちらを見ていただけたら嬉しいです。はい。で、まあ、随格といえば、昇格ですよね。実は、手前に展示してあったんですよね。それが撮影禁止でした。まあ、でもそれが彩色版展示でしたので、もう近々発表はあるんじゃないかなと思ってます。で、ミメヨイさんも今後4分の1スケール、まあ、特にレースクイーンの衣装ですね、いくつか展開されると思いますので、うん、買っておけばよかったってならないように注意してください。まだ予約できるお店っていうのはちらほらあるみたいでした。はい。で、次がですね、こちらになりまして、アズルレン、メスガキママことバッチになります。うん、SSR の人気キャラのフィギュア化が多い中、ただのレアのバッチをフィギュア化してしまうというところに、もうミメヨイさんの本気を感じますよね。うん、で、これが発売ちょっと延期になってるみたいで、まあでももうそろそろ発売ですかね。パッケージらしきものまで展示されてましたので、うん、もうさすがにそろそろ発売されるんじゃないかなと思ってます。まあそんな状態ですので、受注はもちろん締め切っているお店っていうのがほとんどだと思います。買い逃したっていう方はですね、うん、やっぱり発売日付近が勝負って感じですかね。で、こちらのフィギュアが、2種類で展開されてます。通常版が偽装付き、で、TF エディションという偽装なしでの販売もあります。もう偽装なしとかって、定価が 13,750円ですからね。もう今考えるとおかしいくらい安いですよね。いやー、恐ろしい時代来てますよね。うん、まあそんなわけで、バッチママもうすぐ発売になりそうです。はい。で、次なんですが、すいません、私詳しくない範囲になってしまうんですが、こちらがですね、リトルアーモリーシラネリンビーチシュートアウトになります。で、リトルアーモリーが、トミーテックが展開する武装 JK コンテンツとのことで、基本的には銃のプラスチックモデルの販売っていうのがメインになるんですかね。で、銃を持った女性イラストなんかがたくさんありまして、で、そのキャラクターの中の一人、シラネリン、うん、まあでも通常の制服イラストなんかがあるみたいで、今回はまあ水着イラストでの立体化になるみたいですね。いやー、これも美しかったです。で、これ結構薄めな色味になってまして、これが本当元イラストの感じっていうのが出てるんですよね。透明感みたいな。うん、色の再現度まで本当素晴らしいと思いました。で、まあ、ミメヨイさんといえばアクリル台座っていうことで、うん、すごいですね。ジオラマ台座までこんな風に作っちゃうんですね。いや、これも本当素晴らしいフィギュアでした。うん、まあでも本当最近はボンって感じのフィギュアが多いんですが、これはそうじゃないんですよね。うん、それがまたいいんですよね。うん、このフィギュアも本当楽しみな一体です。はい。で、次なんですが、これはまあ未彩色になりますので、ざっくりめのご紹介になるんですが、最近フィギュア化の多いブルアカですよ。うん、で、こっちはもろにボンって感じですね。うん。で、これ彩色版だと、もう絶対に YouTube さんに怒られるので、今がチャンスかもしれないです。うん。で、すいません、私ゲームはやってないので詳しく語れないんですが、エイミーというキャラクターになります。ぜひ検索してみてください。ブルアカエイミー、うん、これはもう映せないなってなると思います。まあ、でもこれもめちゃくちゃ楽しみですよね。また彩色版公開されたらできる限りでご紹介できたらと思います。はい。ということで、ミメヨイさんの展示は以上になるんですが、うん、実はもう一つありまして、それがですね、最近予約始まりました、こちらになります。うん、映せねえよっ
っていうフィギュアになるんですが、こちらがですね、スーパーソニコテンスメリークリスマスになります。10周年の企画の一つのイラストの立体化になるみたいですね。で、大変申し訳ないんですが、これも絶対に映せないので、気になる方はぜひ調べてみてください。で、このフィギュアも2種類展開になるみたいで、帽子マントなしの少し安い版あるとのことです。まあマントって言われてもよくわかんないですよね。ぜひ調べてみてください。一応説明欄にもリンク貼らせていただきますね。はい、ということで以上となります。メガホビプラスアルファでご紹介させていただきました。はい、で、ミミヨイさんはアズレンがかなりメインな感じするんですが、最近はそれ以外もどんどん広く展開されてますので、今後もたくさん取り上げていきたいなと思ってます。まあ映せる限りで頑張っていきたいと思いますので、ご興味ある方はですね、ぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、では以上になります。今回は、メガホビのミミヨイさんフィギュアまとめでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。